皆さんこんにちは、あじまです。早速使ってきましたよ。ノクトン D35mmF1.2、株式会社コシナがですね発売する新しいレンズなんですけども、雰囲気がねオールドニコール風の渋いレンズ、ニコンとのライセンス契約のもと開発製造されたサードパーティー製の魅力っていったものをですね、実際の作例を用いて語っていこうかなと思います。結果ですね、今回の動画見ていただいて、独特な特徴を持つですねこのレンズの良さっていうものを把握していただけたらなと。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、はい、改めましてじまです。早速ですねもう作例から見ていただきましょう。開放 F 値 1.2 のレンズです。 1.2 ってめっちゃ明るいですよね。ニコン純正のね S ラインなんかでも 50mmF1.2 がありますが、こちらはマニュアルフォーカス専用のレンズにはなるんですけども、大口径の開放 F 値 1.2 のレンズです。開放で撮るとですね、正直なところ、今からね作例いろいろ見ていただきますし、描写検証のところも見ていただこうと思うんですけど、結構ね癖強め、これはね良くも悪くも癖強めやと思ってください。ただこれは楽しいね要素の一つやというふうに思います。F2.8 ぐらいに絞ってもらえると、柔らかい印象になってきます。早速ですね、時期的にね、チューリップがちょっとずつ咲き始めていたので、チューリップをね撮影してきました。35mm のレンズになります。ノクトンの D35mmF1.2 になりますので、 DX フォーマットの、レンズでの撮影という形で DX フォーマットを撮影にしますと 52.5mm 相当になります。このレンズはフルサイズ対応ではなくて、APS-C 専用のねレンズっていうところになります。Z マウント対応なんで Z7 とか Z5 にも付けることはできるんですけど、周辺がね蹴られちゃうんで、実質DX フォーマットの 52.5mm 相当やと。なので被写体にね近づくとしっかりとボケ味をね出すこともできるので、花壇をいい具合にね、後ろパンジーとかも咲いてたんですけど、いい具合に F2.8 ぐらいでねぼかすことによって花壇なんだな、前に柵があるんだなっていう情報は残しつつ、ボケ味をね楽しく生かして撮影できるかなと。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、初めての方とかまだチャンネル登録されてないよって方はこの機会にですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。左上がですね全体の写真のね雰囲気になりまして、その中からピントを合わせているチューリップの部分を大きくね表示しているものになります。マニュアルフォーカス専用のレンズにはなりますので、ガチピンをね狙いつつも、あんまり細かく考えすぎず、ざっくりとピーキング表示で、ピント範囲にピピピって入ってきたわって思ったのをパシッて撮るようなね、気軽な撮り方っていうものを楽しむようにしました。で次はですね、硬い被写体に移りましょう。先ほどがちょっとチューリップでねふわっと柔らかい印象だったんで、今度は硬い印象の、しっかりとね描写してくれるので、 F5.6 ぐらいに変更して撮影しました。 2.8 とかねであればちょっと柔らかい印象が残ってたんで、もう 5.6 ぐらいまでグッと持っていってですね、開放付近で独特のねボケ味があるレンズにはなるんですけども、 F4 ぐらいから結構しっかりとねバチッという表現になりますので、ある程度硬い表現をしたいときは絞ってもらえるといいんじゃないのかなと。なのでこのレンズね、見た目はすごくオールドレンズ風で甘々の表現なんかなと思うんですけど、 F 値を4以上に持っていくと最近のレンズだなっていうのが分かりやすいぐらいバチッというね描写を見せてくれる。そのぼかすのも面白いし、ぼかしすぎる F1.2 とかのぼかしすぎるのも面白いし、逆に4とか 5.6 とかねバチッという表現もしてくれるっていう、なんかねレンズ同じレンズなのに表現がいろんなことできて、化ける、いい意味で化けるのが上手なレンズかなっていう印象です。次はですね、テーブルの上にグラスを置いてですね、いきますよ、開放 F1.2 で撮影してきました。とにかくですね、もう深度が浅い、もうピント合ったと思ったらずれたみたいな形があって、かなりシビアで、手持ちで撮影するには結構気を使うところがあったかなと。被写体との距離が近かったっていうのもあるんですけども、そういったところがねちょっと心配になりつつ、何枚か撮ったところになります。で描写力として、ピントが合っているグラスのその模様の部分はしっかり改造しているんですけども、この F1.2 どうです、なんか懐かしいレンズの雰囲気しません？独特のこのグワグワっとしたですねボケ味であったりとか、色表現もゴワゴワっとした感じがあって、この今
ミラーレスの最新のレンズっていう形で各メーカーが純正で出してくるレンズやったらちょっと許されないようなところもあるかなとは思うんですけど、これはこういった表現を楽しむレンズなんだなと、まあ少し懐かしいレンズをね思い出していただけるような印象になるかなと。なので先ほど F2.8 と F5.6 の写真を出したんですけども、 1.2 まで持っていくとね、まあこれぐらい表現が変わってくるというところになります。この写真はですね、シャッタースピード640の F 値は 1.2、 ISO は64の Z7 で撮影したものになります。ではですね、もう一枚行ってみましょう。まあ昨今ね、すごく優秀なレンズが数多く登場していて、まあその高品質レンズっていうものがどんどんインフレしていってですね、もう何がすごいのかっていうのがよくわからないんですけど、先ほどのような F1.2 の表現っていうものがね、まあいい意味で、まあ、癖になるかなというところがあります。じゃあ次はこちらのね 2.8 のこの木目調のシーンなんかに行ってもらえると、まあ結構ねはっきり表現してくれてるかなと。 F2.8 ぐらいが一つの表現の境目かなって使ってる感覚として持ちました。 1.8 も確かにいい感じなんですけど、まだちょっと独特の、まあ、ボケ味っていうものが残っていて、まあ、2からまあ 2.8 ぐらいでパキッという表現に切り替わるラインかなと。 F4 からはもうしっかりと映る表現力かなっていう印象がありました。なので全てのシーンで、まあ、最高品質で撮影するには、まあ、純正のね S ラインなんかっていうのが必要っていうのは分かりますが、このレンズはなんていうんですかね、撮影場所が同じやったとしても光の入り方とか色味なんかが全てがですね、実際撮ってみないとわからないっていう撮影後のドキドキが楽しめるレンズなんですね。なのでS ラインなんかは撮ったら確実にこの仕上がりになるっていうのがもう一定して品質が担保されてるんですけど、ちょっとでも撮り方角度を変えることによって表現力がガラッと変わってくるっていうのが、撮っていておおそうきたかっていう風にねなるレンズでした。でマニュアルフォーカスでまあピントを合わせることであったりとか描写面を含めてですね、まあ趣味として撮影をじっくり楽しむにはまあ面白いレンズかなという印象です。逆にまあキーのね作例のように被写体と距離を取ってですね F2.8 から F4 あたりに絞ってくると、まあ、しっかりとね改造してくれるんで、まあ、使い勝手はねいい印象かなと。ふわっとぼかしたい時は寄って小さい F 値に持っていったらいいし、しっかり写したい時はちょっと距離取って余裕持って大きい F 値にね持っていったらいいかなっていうのを使っていて、まあ切り分けというか使い分けをしておりました。次はこちらですね、シャッタースピード800、F2.8、ISO 64、Z7、信号機ですね。まあ懐かしい印象がある信号機を見かけたので、まあ暖色寄りにしてね、まあ古めかしい雰囲気にして撮ってみました。まあ味のある写真にね、仕上げることができるので、まあ楽しいかなと。で、作例撮りに、まあ、用いたですね、Z7、このカメラそのものの表現力っていうのもあってか、人工物とか、硬いものですよね。これの表現っていうのは素晴らしいかなっていうのはやっぱりミラーレス一眼をね使ってて思うところかなと。で最近信号機ってどんどんLED タイプっていうんですかね、なんか薄いタイプになっていて、すごくですね上にもう鳩が止まれんぐらいの薄っぺらい信号機にどん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 切り替わっていってるんですけど、久しぶりにこの分厚いですね旧型を見かけたんで、あーなんか懐かしい信号やなと思って撮影してみました。おそらく数年後同じ場所に私が訪れた時にはもうこの信号もきっと他の信号は薄型に変わってて、なんか多分その交通量の少ないところはちょっと後回しにされてたりような印象があって、まあおそらく後々この信号もまあいつかは薄型にね切り替わってるんちゃうかなっていうふうにまあ思って今のうちに撮っとこうということでね、懐かしく暖色寄りにしてまあ撮影したところになります。次は気になる F 値のね描写力っていうものをチェックしていこうかなと思ったところで、このノクトン D35mm のね、まあ、レンズキャップですね、フォクトレンダーのロゴが入ったレンズキャップがありましたので、それをカタログの上に置いて、まあ、テーブルの上でパシャパシャって撮っただけなんですけど、F1.2 と F4 それぞれ並べてるんですが、ここからですねちょっと大きく表現してみます。このロゴの部分、ピント合わせた部分をですねちょっと拡大して並べてみると、開放 F 値である F1.2 はですね、もう何度もチャレンジしたんですけど、やっぱりねこういったちょっとねなかなか独特の面白い表現力っていうのを出してくれます。で、まあ描写力よりもやっぱり雰囲気重視な印象なんかなっていうのは使ってて思ってて、それが言い悪いじゃなくてすごく楽しいなって思えることが大事だなと。
ただ明るい大口径レンズっていうのは、まあ、描写だけではなくてシャッタースピードであったりとか ISO 感度っていうものを、まあ、大きい値にねしなくて済むっていう利点があるんですよね。やっぱり F 値を小さくできるっていうところはそこでねメリットがあるので、個人的にまあ雰囲気重視であればこのレンズの魅力としてね F1.2 もまあ積極的にね、せっかくノクトの D35 で F1.2 なんやから、せっかくこの 1.2 が使えるレンズなんやからまあ積極的にね使っていきたいかなと。でちょっとでもねまあ拡大するとか、まあ、描写を気にする場合は 1.8、2.8 ぐらいからまあ F4 ぐらいの間で撮影すると、まあ撮影時のねこのピント合わせっていうのも含めてまあ結構楽になるんちゃうかなと。 1.2 はほんまに深度浅いです。もうちょっとでもズズってずれたらあのピーキングずれますっていうところがあって、まあ、手持ち撮影でバシって撮るのはかなりもう体をギュッと固定してあの集中して撮る必要があるかなと。で F2.8 以降はもうバシッとね気持ちいい描写になるので、被写体によってはもう F4 ぐらいから使うことをね推奨したいかなと。で使ってて F4 で使ってて時々面白く 1.8 とか 1.2 に持っていくと、同じレンズをつけてる状態なんですけど全く違うね表現力っていうのができるんじゃないのかなと。周辺原稿もね、まあボケ味と同じような感じで変化していくので、こちらね参考にしてほしいんですけど、ビネットコントロールは、オフにしております。 F1.2 とか F1.8 はやっぱりレトロチックな撮り方に、まあ、最適っていうところもありまして、まあ、閲覧者様のね目線誘導に使えそうなぐらい、まあ、周辺っていうものがグッと、閉まってるかなと。でシンプルに、まあ、レンズの性能を見るためビネットコントロールオフにしてるんですけども、最近のカメラはねこの辺ビネットコントロールオンにしたりであったりとか、現像ソフトなんかでその辺はね修正できるんちゃうかなと。で F2.8 以降はですね、まああんまり大きな差なかったです。 2.8、4 若干差は元画像を見たらあるんですけども、まあそこまでね気にならないかなと。なのでぜひね周辺原稿どんなもんなんやろうというところが気になる方はね、この画像を参考にしていただけたらなと。ただこのレンズに、まあ、言っちゃうと先ほどのねフォクトレンダーのロゴのところの描写力であるとか、こういった周辺原稿なんかの高性能を求めるってちょっとちゃう気がするんですよね。それを求めるんやったら間取って28とか 40mm の薄型単焦点を狙えばいいし、それよりも描写能力っていうものを求めるんであればシンプルに 50mmF1.8 とか 50mmF1.2 のようなですね、もうそういった高品質レンズっていうものを狙っていけばなと。このレンズはあくまでこのねレトロチックなオールドレンズ風のねかっこいい外観を含めたこのカチカチっとね自分で操作して遊んでいるね感覚で撮影するっていういい意味でですね、あの癖のあるレンズとして楽しむ方がいいかなと。なので引き続きね作例を流しながら、まあ、レンズのね印象っていうものを語っていこうかなとは思うんですが、レンズはですね金属製でかなりしっかりしたものづくり感があります。でオールドレンズっていうものに興味はあるんですけども、オールドレンズってね、まあ、一期一会の出会いが楽しいっていうのはあるんですが、やっぱりね状態が気になるんですよね。まあその曇りとかカビがないのかとか傷がないのかっていうのが気になるんですけど、でもオールドレンズ風の雰囲気のレンズが欲しい。でかつ、まあ、その ZFC 含めてですねフィルムカメラ調の雰囲気で撮影を楽しみたいなっていう時には、雰囲気は、オールドレンズなんですけど状態は新品っていうね、こういうレンズを選ぶのも一つの方法かなと。なので外観含めてですね、ものすごくものとしての精密な、まあ、作りっていうところがありまして、Z マウントね、今までオールドレンズくっつけようと思ったら、まあ、マウントアダプターなんかをかましてね、Z マウントにくっつける必要があったんですけども、これはもう Z マウント対応のね、レンズになっておりますので、マウントアダプターなくね、直接直付けできるっていうのがやっぱり魅力やと思います。で、効率とかね、描写、勝負ではなくてシンプルな趣味として、もうこのレンズでマニュアルでくくった合わせてパシって撮るね、であピント合ってたわよかったわっていう、もう楽しんだもん勝ちっていうね世界をまあ楽しむ方がいいんじゃないのかなと。で距離計のところはですねメートル表記とフィート表記があります。で絞りリングはね手動で回すと設定値に応じて、こちらですね絞りリングを手動で回すことによってまあ、設定値がね変わっていって、絞りバネが実際こういう風に手動で絞り込まれていくね実絞りとなっているのもね渋いかなと。
で繰り出し機構のまあ一つであるヘリコイドのねこの感覚っていうのもすごく滑らかで、まあレンズが繰り出せるっていうところがピント合わせにねまあ適しているかなというふうに思います。私自身はですね 46mm のフィルターっていうものをまあそうねあのこちらコシナさんからお借りしているレンズになりますので、しっかりねあの傷つけないようにフィルターをつけております。でねじ込み式のねこのフードっていうのが純正で一緒にくっついてきているので、こっちのねフードとの間に今白馬さんの、レンズフィルターつけてますけど、こういった形でねくっつけています。レンズフィルターくっつけて、このネジのねあのぐるぐる回すところがあればレンズフィルター同じね46でこういう形でねくっつけて使うことができるというところがあります。何よりですねこのレンズを使っていてやっぱり思ったのは、まあこのねメイドインジャパンっていうねこんな表記もやっぱり渋いですけど、まあ、Z マウント対応のねサードパーティー製の未来がちょっと明るくなったというところで、オールドニッコール風のレンズがもうこのコシナさんから発売されていると、逆にニコン純正からは出てないんですよね。で当初ノクトン D35mmF1.2 のこのレンズというのが発表があったので、まあ、APS-C 専用のねレンズだけなんかなって思ってたんですけど、先日のその CP プラスなんかで新たにねフルサイズ FX フォーマット対応のレンズっていうものも、まあ、コシナさんからね Z マウント対応で発表されているので、あコシナさんだいぶ攻めてますなっていうところがありますね。でニコンミラーレス一眼 Z シリーズに、まあ、純正ではない雰囲気ですよね。純正はもっと黒いしっかりしたねこういったね 50mmF1.8 のような黒一色のようなまあレンズが多いっていうところがあるんで、まあ、渋いね表現力なんかのレンズはコシナさんにね、まあ、その攻めていってほしいかなと。で今回のレンズの大事なところはグレーゾーンじゃなくてちゃんとホワイトなレンズなんですよっていうところで、そのリバースエンジニアリングなんかで既存製品をまあその解析してですね、まあ、無理やり作ってるんじゃなくてニコンとのライセンス契約のもとちゃんと開発製造されているっていうところがね、まあ、大事なんじゃないのかなと。で他にもまあ期待の新製品があるって言ったところで、これはねあのノクトンの D35mm の F1.2 というレンズなんですけども、他には同じく D の 23mmF1.2 っていうこれよりもっと広角寄りのねあのレンズっていうものも発売が予定されてます。あとはアポランターですね、 50mmF2 であったり 35mm の F2、 こういったレンズも登場してきてます。でこのアポランターは 50mm、35mm は FX フォーマット、フルサイズ対応しているというところもですね、まあ楽しみかなと。で、このノクトンの D35 と D の23についている、この D っていう表記なんですけど、これは DX ではなくて、あの半分の意味を表すデミの D を使ってるっていうところがちょっと注意というか、まあ把握しておく方がねいいかなっていうところになります。でアポランターみたいに焦点距離の前に D の表記がないやつは FX フォーマット対応だと。で光学設計はニコン Z マウント対応の、まあ、イメージセンサーにも最適化しているので、アポランターなんかはねもうアポランターのアポは3色赤緑青の光に対して色収差をまあ補正した光学設計を意味しているもので、高いレベルで色収差っていうものをもう省いてくれてるレンズだけが名乗れるアポランターは誇り高い、まあ、称号だなと思っていただけたらと。でノクタンはフォクトレンダーのレンズの名称の中でも特に開放 F 値が 1.5 より小さいね明るいダブルガウス型の大光圏レンズが名乗る称号になりますので、実はこのノクトンたちもねすごい称号のね由緒あるレンズだというところが伝わるかなと。でこの 35mmF2.2 がですね、まあ少しね先にまあ登場してくるものにはなるんですけども、まあニコン Z マウントの専用設計っていったところと電子設定によるボディとの情報通信ができると。で高い剛性感と耐久性の総金属性ね、ちゃんと金属のね音がしますね。で確実なピント合わせが可能なマニュアルフォーカスになっていて、最短撮影距離は30センチなので、先ほど冒頭のねあのグラスのシーンなんかほんとギュッて寄ってますし、チューリップもギュッて寄ってます。でコンパクトで軽量なスタイルであって、12枚のね絞りバネによる美しいボケ味っていうものを出してくれます。でレフ機のねマニュアルフォーカスレンズっていうものをまあ彷彿させるねスタイリングになっていて、何よりニコンとのライセンス契約のもと開発製造されているというところがあってですね、そのライセンス契約がまあ影響しているかどうかっていうところで、レンズとボディの電気通信っていうものを実現しているので、撮影後にですね、EXIF 情報であったりとか、ボディ内の手ブレ補正ですね、まあ、フルサイズ
キーではあるんですけど、手ブレ補正3軸に対応しております。 ZFC とか Z50 はそもそもボディ側に手ブレ補正機能がないので、その場合はねちょっとつかないっていうところは、まあ留意していただけたらなと。拡大表示とかピーキングみたいなものを駆使しながらですね、まあ、撮影していくっていうのが楽しくてですね、まあ、安心して使えるレンズだなと。でレンズの構成は6×8枚、 65.8×41mm なので、だいたい 4cm×6.5cm ぐらいので、かなりちっちゃいですね。で質量は 230g と、ものすごくね小型軽量っていうものの設計になっております。もうこの見た目なんでね、 ZFC のキットレンズとしてもう登場をね期待したいほどの、まあ、外観含めてね、あの相性がいいレンズなので、今後もねこういったレンズっていうものの登場には期待したいですし、ぜひあの触れる機会がねあれば、マニュアルフォーカス専用のねレンズにはなりますけど、ぜひねあの撮影してみてほしいかなというふうに思います。別にその高性能高品質が絶対ってわけじゃないんで、写真はまあ撮ることを楽しむっていう側面もありますので、ぜひねこういったいい意味での不便を楽しむ撮影っていうのをこの2022年に楽しんでいただけたらなというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。